夢ラジオ第四千八百五十五回。今日は令和五年四月六日木曜日です。時刻は正午。横浜港北木曜日のお昼となりました。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。風が強くなってきた木曜日。ただし空にはブルースカイ。 雲も出ていますねでもさて4855回目今回は債権も債務も背負う大津投手こんなタイトルでお話ししましょう債権も債務も背負う大津投手ゴタゴタが続いている48ーなんですけど48でにはどフォーティエイト島には 10.5億円の債務があるけれど10.7億円の債権もある、まあ、この債権っていうのが政党助成金であるっていうのが奇妙といえば奇妙なんですが、まあ、とりあえずこれを債権と、まあ、呼べるは呼べるでしょう政党助成金で借金の返済を してはならないという法律なんですけど、間に政治団体を一つかませば全くどうでもよくなるという法律の抜き道がありますから、とりあえず債権と呼んでいいと思います。ただし十点五億円または十点四億円この債務があることも事実で、でこれを三十歳の大津彩香さんに背負わせるのは国だ。 荷が重かろうということで代表権を下りてくださいというふうに立花が言った取り付け騒ぎが起きてきたからねけれど大津がそれを拒否そうすると実は立花が最初から言っていたようにこの債務が大津さんに降りかかってくるんですよただしそこは立花のこと 債務だけを負わせることはありません債権も一緒に行きます。でその債権が10.7億円さっきの政党助成金ですね。これから何もしなければつまり選挙に出なければということで立花はあの計算をしていましたですからまあ大津さんは10.5億円の債務を背負っても10.7億円の債権も背負うわけですから、まあ、その点でいうと それほど危ない立場にあるわけじゃないけれどその大津さんが48党の口座を凍結したようです弁護士経由でねこれの意味は何なんでしょうかこの48党の口座をつまり党首の権限で凍結してしまうと48党という党活動ができなくなりますだからあの橘やあるいは浜田が 事務の,の人にお金が払えないとか事務が回らないとか今日困った動画を上げてましたね大津投資は当の口座を凍結することによって何を目指しているんでしょうか口座の凍結はともかく債権も債務も大津さんは引き受けることになります。 ただしその覚悟を持って今その大津さんがご自身動いていらっしゃるのかは不明なんですよ。やっぱり10億のお金ですからプラマイしたらプラスの方がちょっと大きいやんというもののこれ扱いは大変なんですよ。つまり大金を持ち慣れてない人に大金を渡すとろくでもないことにしかならないでしょう。 あれとととと同じじようなななことがひょっとししてて起きるんじゃないかなと私はまあ一言ながら危惧しておりますただしもうこうなってくると大津さんが当主の立場を渡さないって言ってる以上債権も債務もあのもう引き受けるんだと言ってるのに等しくでそれが多分荷が重いだろうからやめとけと最初から立が言っていたんだけど大津さんに聞く耳はない。 一体大津さんはこの48トを運営していけるだけの器量はあるんだろうかそしてこれだけの債権と債務をきっちりとコントロールしていけるその手腕はあるんだろうかこの辺は未知数ですあるのかもしれないのでね普通は30歳であまり経験もない女子だったら無理よということで橘に代表権も全部お返しして そしてこの債権からも債務からもあの離れるというのが筋なんですけどなんか大津さんは自信があるの,あるのかあるいは展望があるのかなんか当主としての職務は全うしたいしかも代表権を持ったまま立花さんとしてはこれはまずいということでその48党から出る予定だった女の子たちにも。 順次 N 党にあの N 党から出ませんかというそういうことを促しているようです。党首は48党こそがメインで N 党というのは政治団体として細々やっていきますというそんなあの位置づけでしたね。ところがまあ48党が大津党首に乗っ取られた形になってしまいましたから、もうあの N 党 細々やっていくはずだった N 党の方へ軸足を移さざるを得ないこんな風になっていきました。今後は立花さんの口ぶりだと N 党を再び国政政党に押し上げるそういう努力をしていくこんな口ぶりただ立花の言うことはコロコロ変わりますからあのわかりませんがただ今のところはそういうあの。 方針なようですってことはゆくゆくは48党は大津さんに任せそして大津さんのもとで女子たちが頑張りたいならそれはいっちょやってくださいと。橘が作った政党だけどもう大津党でお願いしますこれでうまくやっていけるかもしれないので大津さんが頑張るんならもうそれはそれでいいんですよ。このように乗っ取られることを想定していたわけですから立花は。 これはこれで案外いいシナリオかもしれないんだね。立花にとって。つまりもう大津さんが完全に乗っ取っちゃったと。で、立花とも NHK 党とも関係ないところで女子たちが政党を作って頑張り始めた。うん。ところが、立花は立花でもうすでに NHK 党、または48党として雇った職員とか、あるいはお金を出してくれた人とか、 あるいは支持者そういうものを守らなきゃいけないということから再び NHK 党をもう一回国政政党に押し上げようとそれで立花なりに次の衆議院選挙でそして次の参議院選挙で有名人を出して女の子をいっぱい出せば5%の,あの得票は十分狙えるという。 計算でしたこの辺の計算がどこままで実現可能かか私にも分かりません特に衆議院っていうのはいつ解散が来るか分からないしそして衆議院っていうのはあの参議院と比べてやっぱり票が取りにくいのでよっぽど有名人を連れてくるかあるいはもう個性的な女子を大量に出してブームになるかというそういうことでもないと。 衆議院ででの5得票は難しいでしいょうこれ衆議院で5%の得票っていうと公明党のちょっと下ぐらいな共産党上回るっていうそういう得票になりますよね。できるでしょうか。また参議院の改選、参議院の次の選挙では浜田さんがあのえっ、ー、と戦うそういう選挙になりますが、まあ、ここでも、まあ、有名人を出して。 そして濱田さんにバトンタッチという立花はどうやらそういう作戦を考えているようです債権も債務も背負う大津党首この覚悟から48党が大津党首を中心としてもう立花からも NHK 党からも自立し勝手な女の子の集まりとして 大きくくななっていい可能性があるのかもしれないそれはそれで立花が当初目指していた女子に政治参加してほしいというその願いの一部が達成されたことになりますからそれはそれで立花としては拍手素直に拍手しましょうただ立花としてはこれまでついてきてくれた事務職員の方々お金を貸してくれた人々そういう人たちを守らなきゃいけないからそれはそれで 立花としては、フォーティエイ党と関わり合いがなくなってしまうのならば。また、国政政党を作って。頑張ろうと。もともと選挙のコーディネーター、あるいはコンサルタント。で、お金を稼いでいくぞと豪語している立花なれば。じゃあ、自分が作る。新しい政党に。再び、どんな戦力を当てはめればいいか。それがわからないわけではないでしょう。 夢ラジオ、今回はフォーティエイト等についてお話し,しました。木曜日です。